ビジネスフラッシュ。今回は遺伝子検査でその人の適性や新たな一面を引き出し、就職や転職のサポートを行っている株式会社マイフロンティア経営企画部上田博史が登場。そしてアミューズメント事業など幅広く事業を展開し社会貢献に力を注ぐ男、株式会社千歳観光白石良二を紹介。地域密着、その狙いと重要性とは。この後すぐ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。元気です。2人はそのクールにもドキッとすんだよな。どんな人間ですか。2人はどんな人間ですか。すごい。おい、エリちゃん、どうしちゃったんだよ、はい、ちょっと哲学的に今回は攻めてみようかな。俺はこういう人間、このまんまドーンって感じ。呆れてんな。見て感じろみたいな。感じらない。考えろみたいな感じ。いや、本の人間です。いや、もう見たまま感じろ、考えろです。たくましい。俺が怖くなってきた。二人とも言葉にはずるの難しいってことですかね。難しいです。なるほど。なかなか自分の本質って自分じゃわからないですよね。ということでですね、最初にご紹介するのは遺伝子適性検査であなたのさらなる可能性を探すお手伝いをしています、こちらの企業様です。あなたはどんな人間ですか。突然こんな質問を受けたらあなたはどう答えますか。明るい性格とは言われるけど本当は傷つきやすい性格なんだよな、なんて思いながら、一体自分はどんな人間なんだと考え込んでしまうのだろう。そんな中、遺伝子検査を就職や転職を行う際に活用し、その人の明るい未来づくりを手助けしている男がここにいる。株式会社マイフロンティア経営企画部上田博史。株式会社マイフロンティアは教育、福祉、医療、さらに人材紹介など幅広く事業を展開している。そんな中、教育分野の大学受験予備校増田塾は全国32カ所に事業を展開し、進学だけでなく大学卒業の次にある就職の支援も精力的に行っている。さらに昨年には遺伝子適性検査事業に着手。その人に合った仕事や環境づくりを手助けするために独自の方法で検査から分析を行い、その人の適性や新たな発見を引き出し、就職や転職の幅を広げている。今回は遺伝子適性検査事業を行っている経営企画部上田博史をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。気になりますね、どんな検査なのか。そうですね、もちろん、はい、自分の認識と違うって言われる方って結構いらっしゃるんですよ。そうでしょうね。で、それは当たり前なんですね、はい、結構受験したモニターで一回社員にも受験させたんですけども、うん、これ上田さん私の感覚と違うんだけどって言って、まあ、クレームじゃないんですけど、うん、言ってくる方がいらっしゃったんですけども、はい、まあ当たり前ですよと、うん、遺伝子を見てますから自分で認識していないことを新たに発見するためにそういうコンセプトで開発したものですので、うん、あらかじめ分かっている適性検査であれば通常の適性検査で十分賄えますよね、うん、と、うん、そうですね、
ということで、まあ、その方には納得いただいたんですけども、はい、結構意外な結果が出るケースも、うん、少なくはないと思います、はい、先日僕やらせていただきましたよね、はい、口の中の口の中をガタペーってこう、うん、何糸っていうか綿棒みたいなやつで、ね、打ってやって、はいはい、あれからどういう作業が行われて遺伝子まで見つけられるんだろう、うん、もちろんあの私どもは、うん、研究機関ではございませんので、そうですよね、医療ですとか、うん、専門の研究機関の遺伝子を解析している、うん、会社に、解析に出します。あ、そうで、はい、でその際、まあ、ちょっと余談になるんですけども、うん、遺伝子というのは非常に個人情報が、うん、重要ですので、うん、バーコードしか渡さないんですね。あのキットを使っていただいたと思うんですけども、はい、あそこには、名前も何も書かずに、うん、バーコードのシールが貼ってあるんですけども、うん、それを、研究機関に渡して、うん、解析をしていただくことになります。あ、そうか、はい、ね、僕の出したらみんなあいつはなっていうふうに分かるもんね、みんな。企業様で受けていただく場合は、段ボールに詰めて送るんですけども、この結果報告書を一冊一冊封筒に詰めてのり付けして送ってるんですね。なので人事がこっそり開けたりすると、うん、バレてしまうと、ね、そういうことですよね。なので、まあ、社内で もう個人でしか見れないようになっているということになっています。でも結果気になります、ミシェルさんの。ここで先日宮沢ミシェルが行った遺伝子検査の結果が本人のもとに。ちょっともし今見ていただいて、ご自身の認識と違う部分とかがあれば教えてほしいんですが。もう積極温厚鋭敏温厚だ、俺温厚ですか、うん、いや温厚だと思います、私ミシェルさん。ああ、そう、はい、温厚っていうのは暖かいに暑いって書いてどういう意味ですかね。まあ、ここで見ている遺伝子というのがですね、結局集中力ですとか傾聴力、人の話を聞く力ですよね、それからコミュニケーション力と書いてますけれども、はい、こういうことに対して、まあ、どういう対応を取る傾向にあるかと。対応ね、はい、でコミュニケーションに対して積極的にこう、例えば自分と合わない人でも積極的にどんどんこう距離を狭めていけるタイプなのか、まあ誰に対しても逆にどんどん攻めはしないけれども柔らかく接することができるかとか、まあ敏感にある意味ちょっと攻撃的なコミュニケーションを受けたらちょっと反応してしまうですとか、まあタイプにやっぱりどうしても分かれてくるんですね。すごい温厚だよ。温厚、温厚ってことはこう優しく包み込むようにコミュニケーションを取る、はい、これに該当するページが他に先ほど後で見ていただければありますので、そこにそういうことが書かれてあると思います。行動特性、考察力、推進力、分析力、巧み、まあ巧みですので、うん、まあいろんなことが器用っていう言い方もできるかもしれないですね、平たく言いますと。なるほどね。褒め上手ですね、はい、テレビカメラの前ですからちょっと言葉を選びましたけれども、うん、ただ本当に匠という言葉ですので、そういう意味ではいろんなことに、対応できる匠さがあるということだと思いますけど、もうこの辺でもう発表するのよ、ね、もうね、いっぱいあるからな、個人情報ですからね。でも今見ていただいたこの短い時間の中でもたくさん発見があるねと思うんですけど、はい、この遺伝子検査のメリットって何ですか。はい、アンケート形式の筆記形式の、適性検査って受けられたことってございますか、学校とか。あると思います。昔、はい、あったよね、うん、ありますよね、はい、で適性検査って大体当たるんですよね。なぜかと言いますと、自分の行動ですとか、自分の考えですとか、そういうものについてアンケート形式で答えていきます。100問から150問ぐらい確かあると思うんですけども、でそれっていうのは膨大なデータを集めて、こういう答えをする人はこういう傾向の人だっていうのがしっかり紐づいてるんですね、データとして。でその答え
った人の結果とそのビッグデータをマッチングして結果を出すものですから、うすうす例えば自分はコミュニケーションが初対面の人とは苦手だなとか、輪の中に入っていくのは得意じゃないなとか、あと例えば気弱なところがあって、こう前に出れないんだとかですね、逆にこういうことには自信があるんだみたいな、うすうす感じている自分の強みですとか弱みですとかが意外に当たるんですよね。それはなぜかというと、自分の意識だとか実際に行動していることを聞いてるから当然なんですけれども、現状の確認なんですね、筆記試験の適性検査というのは。今の自分がどうあるかっていうことです。ただ確認ということ自体がですね、決して私悪いとは思わないんですね。私どもが遺伝子適性検査をやってるので、他社の、筆記試験のアンケートが良くないというつもりは全くないんですけども、確認というのは非常に必要だと思います。なぜかというと、今の自分がどこにいるのか、どういう状態にあるのかっていうことを分かるっていうのは大切な振り返りだと思いますので、そこは非常に重要だと思っています。ただですね、自分の意識ですとか、繰り返しになりますが、行動特性を書かせて聞いてるもんですから、自分の知らないことですとか、自分の気づかないことに対しての新しい発見っていうのがないんですね。ないですね。うすうす気づいてることの確認はできるんですけれども、新しい発見がないと、そういう意味ではこの遺伝子適性検査では、耳の痛いことも、それから逆に良いことも、遺伝子を解析してより確率の高い、まあこういう遺伝子の人は、このくらいのパーセンテージで、こういう傾向が出ますっていう科学的な根拠に基づいて出てますので、まあそういう意味では新しい発見ができると、だから確認と発見っていう意味では、発見ができるっていうメリットが、この適性検査にはあるとお考えいただければいいかと思います。新しいフィールドに一歩踏み出す、何をしようって時にはまさにぴったりですよね。そうですね、はい、きっかけになるよね。そうですよね。証明されたものがこういうものだしね、はい、増田塾の生徒だけでなく、企業や転職を目指す人のサポートをしたいという思いから、遺伝子適性検査事業に取り組んでいる株式会社マイフロンティア。経営企画部上田博史が胸に刻む格言とは。私の格言ではないんですけども、まあ、弊社の、企業理念といいますか、自分を信じるということは、その人をさらに飛躍させる、ということですかね。我々はその自分の可能性を信じる人を、常に応援して、事業をやっていきたいというふうに思っています。冒頭申し上げた増田塾も、進学塾ですけれども、基本的には私どもは人その人の可能性を広げるためにやっているという認識でおります。この遺伝子適性検査も、可能性を広げるためにやろうと思っています。今後弊社が、新たに立ち上げる事業というのは、全てその人の可能性を広げるためのお手伝い、支援をしていくということがベースになっていくだろうというふうに思っておりますので、まあ格言といいますか、企業理念になってしまったんですけども、そういうことを考えながら日々仕事をしております。いやもう本当にね、どんどんそういう積極的な若者が自分を信じて、でこの世の中を変えてくれるようにね、そういうことを期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。さて続いてご紹介する企業様なんですが、はい、お二人は地域貢献なんかしてるなってことありますか？地域貢献はね、ゴミ拾いはやったけどね。
ね、難しいですよね、なかなかね、一人でやると、地域のイベントに呼ばれたりするけどね、自分の地域っていうのはなかなかないな、ね、全然私も自分のお家の前を掃除するぐらい素晴らしい地域貢献になってればいいなっていう、私がその地域に住んであげてることだけでも素晴らしいそういうこと、そういう上からの切り込み方ですか、ね、なるほどいろんな形がありますね。ということで続いてご紹介するのは、地域にとって魅力ある企業づくりを実現できるように頑張っています、うん、こちらの企業様です。お店を出店するときにまず考えるのは、駅の近くや客通りの良さ、周りにあるお店の情報など、やはり一番大事なのは立地だろう。しかし立地はもちろん大事だが、その地域に住む人たちに受け入れてもらい、長く愛されるお店になれるか、これも重要な要素であり、店舗経営者にとって難しいミッションだ。そんな中、地域密着をモットーに、イベントやボランティア活動など社会貢献に力を注ぎ、お客様からの信頼を何よりも重要視する男がここにいる。株式会社千歳観光代表取締役社長、白石良治。白石が代表を務める千歳観光は、アミューズメントやフードサービス業に加え、リラクゼーションや不動産業など幅広く事業を展開している。今回は、人も会社も魅力ある企業づくり、社会貢献など地域密着を第一に考え実践する代表の白石良治に話を聞いた。パチンコ自体が喜ばれて、はい、そこに会ってくれることが喜ばれて、はい、そういう存在になって、 そうですね、その他に、まあ、社会貢献といいますか、はいはい、ね、やりますね、はい、お祭りの時に協力してくださいとか、 なんかそういうのもありますね。お祭り、子どもたちのあのみこしもうちの駐車場を使ってくださいとか、やっぱり人が集まる場所に駐車場がいい、あの利用価値があるので、その時にはあの提供したり、 あとはやっぱりこう、地域のあの、あの団体があるので、うん、その人たちからあの商品を出してくださいとか、あのビンゴ大会だとか、そういうお願いは結構あの頻繁に、お店お店の単位ではあのありますね、はい、共有するあのアミューズメントのでパチンコでね、はい、やって楽しさと、で今スパの方でしたっけ、はい、同じやっぱり人を喜ばすことだよね、みんな。そうですね、だから、快適有空間っていう、ものがあって、まあ、パチンコも快適な部分で、有空間というのはお湯の湯を使った状態で快適有空間という形を出すようにして、だからお湯の方もやるようになってから、そういう言葉を使うような形では、あのお客さんにこう知らしめる形ではやってますけどね。昨年50周年を迎えた千歳観光、現在代表を務める白石にこれまでの歩みを振り返ってもらった。普通あのパチンコ業って大体あのオーナーとかその経営の主体というのはあの血液の関係の部分で、そういうやっぱ継ぎ方をすることが多いんですけども、私はもう全然一階の店長から入って社長になったので、そこら辺がやっぱりそのスタッフ、あの従業員の方からはやっぱり変化するんじゃないかっていうのはやっぱりすごくあったと思うし、そういう期待もやっぱりすごく、あの就任した時にあのみんなで変わろうっていうのと、やっぱり楽しい会社とか、そういう素敵な会社みたいな、やっぱそういうスローガンを出しながら、だからアンケートを取ってどういう会社がいいですかとか、自分には何を期待しますとか、そういうやっぱり、アンケートを取りながら、まあ、少しずつあの変わっていくような、いっぺんには変われないので、やっぱり古い体質、それから古い伝統もあるし、その部分を継承しながら新しいものをどう作っていくかっていうのは、あの大変な部分もありましたけども、でも楽しみな部分もそこには、まあ、あの見えてた状態だと思いますけどね、うん、夢があるな、従業員からさ、はい、ってんのね、従業員から社長まで上がられたんですか。そうですね、はい、だからあまりない、当時ではやっぱりすごく少ないってやっぱり言われてたので、いろんなこう雑誌に取り上げられたり、あのそういうものをやっぱりしました。はい、そうでしょうね。でもやっぱりそういう部分では案外、だからこれからの業界っていう部分では、こういうスタイルが
あの主流にもしなるんだったら、その先駆者である自分の部分にかかってるあの任命というかね、そういうものはちょっと大きいのかなって。だからそういう部分でのプレッシャーは少し、そういう雑誌が取り上げるたびに見たよっていう電話が来て、頑張ってねっていう部分が、まあプレッシャーになる部分もあのゼロではなかったですね、はい。時代時代で景気不景気が来るじゃないですか、はいはい、ねえ、それは乗り越えるのは、そうですね、大変ですよね、じゃないですね、はい、で常に地域に共にさ愛されてなきゃいけない場所でしょ、うんうん、まあ難しいと思いますけどね、はい、そうですね。やっぱり潰れてる店、なくなった店っていうのは、はい、ある意味その地域の中から、うん、あなたの店はもういらないですよっていう烙印を押されることなんですね、僕らにすればね。だから僕らが営業できるっていうのはやっぱり地域にうちの店があるっていうことに喜びを感じてもらえるだとか、うん、あることがあの店にあのお客さんにとっては助かることだったりという意味合いで捉えるんで、うん、だからお客さんの数が減ってくるっていうのはあの人気度が悪かったり地域の方から少しずつこう、うん、もうあなたはいらないんだよって言われることを今示唆してるから店の店長にもそういうことを言って、やっぱりお客さんの数がやっぱり人気のバロメーターでもあるから、だからお客さんをやっぱり呼び戻すために今お店の中で足りないものは何なのかをよく考えようということはすごくやっぱり喋りますね、こう皆さんで変わっていこうっていう話先ほど出ましたけど、はいはい、具体的にどんなことを変えていこうと。まず考え方ですよね、上からこう指示されてる状態っていうのはすごくやっぱ多いんですよね、でもやっぱり私たちはあの普通のお客さんを相手にするんで、やっぱり現場がすごくやっぱ大事だから、その上からの考え方と現場が見る感じ方の違いをやっぱり現場から発信していこうと。だからそこの部分を、だからあの現場を大事にしようっていうのがまず一つあって、だからそこからいろんな意見が出てきた時にそれを何を取り上げるとか、何が一番身近なものなのか、だからお客さんがあの例えば不便に思ってるものは何なのか、だったら設備だったら設備もそうだし、スタッフも働く上であのここはもう少しこうなったらいいねとかっていうのもどん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 上がってくるようになるから、そこを取り入れながらまあ少しずつ変えていくっていうのがやっぱ多かったと思いますけどもね、現場におられた方だからね、そうですね、こういうことが分かるし、はい、あそれは組織の上ですごく大事な、うん、まあ自分もだから現場だから当時やっぱり思ったのは根が深いと、現場をずっとやってるんでやっぱり同じ社長というのはあの木であれば根が深い部分だけ幹は太くなるから、だからすごく頑張れる環境は環境に君はいるんだよっていうとあの違う企業 の、 あの社長さんから言われて、あ確かにそうだなと、根が深いってことは吸収力も高いし大きなあの幹をあの作れることにつながるのかなと思ったんで、まあその言葉をやっぱりこう聞いて、あその通りだなと、まあ本当に頑張らないとダメだなというのは思いましたね、はい。現在社員アルバイトを含め約500人のスタッフを束ねる白石だが、人材育成の面で心がけている点を聞いてみると、今の若者って言われるじゃないですか、はいはい、その若者がそのアミューズメントのところで就職した時に、はい、その上を見てそこに従っていく、うん、そのまあ、全部、まあ、とりあえず最初はそうですよね、はい、そういうことを今みんなできますか。やっぱりそこに人材に育成の上で難しさはありますね。難しさありますよ、はい、これは通じないかみたいなところありますよ ね、 ありますね。通じないというか、もう育ってる世代がこんなに違うのかなっていうの。でもね、今の人たちはやればできるんですよね。ただあの行動に出ないんですよね。頭の中ではすごく理解するんだけど、はい、それを行動にするの移すのがやっぱ下手だし、それからやりたくないことを違う理由でできないように、これは違うっていうことを言っちゃって、だからやってみて答えが出て違うんだったらいいんだけども、やらない前からもう違うってやっぱり言っちゃうんで、それはやっぱ違うよっていうのははっきり言いますね。だからあの戦略を考えて一回やってみると、で、あちょっと違ったなった時に、じゃあその戦略自体が間違ってるのか、それともやり方質が悪いのか、いろんな考えがあって答えがダメだっていうことが出てくるんだけども、そこを導き出すにはやらないと導き出せないんですよ。
でもすぐ端的にいやこれはダメでしょみたいなことを言っちゃうと、うん、いやちょっとそれは違うぞっていうのはよくやっぱ言いますね。あ、でもそうすると育ってくるもんですかね。育ってきますね。育つんだよな、うん、だから育つのはやっぱ現場なんですよ。現場なんですよ、ね、現場でやっぱ行動を起こしてやってみて、うん、そしていいか悪いかっていうのを体感しながら、うん、その人たちもどんどん上に上がってきた時に、うん、後輩がねできた時にいやこういう失敗したよなとか、あここはこれ成功したことあるよとか、やっぱそういう経験がやっぱり身につくことで次の人たちもやっぱりやってみるよっていう感覚をやっぱり身につけさせないとやっぱ難しいんじゃないですか、うん、やっぱり現場で育ってこられた方だから、はい、これ今そこが聞きたかったの、うん、やっぱり自分の後を追ってくる若者がどういうふうに見えてるのかなって今お聞きしたんだけど、やっぱり、うん、育つんですね。育ちます ね、はい、まあ、上がこうだから多少の失敗やってみろっていうことだから、うん、やっぱそうだよね。そうですね。だって10やって10成功する人誰もいませんよ。ないですね。やっぱり大きな成功が一つあるだけで、うん、でもその 前にはやっぱり10以上もしかしたら失敗がいっぱいあるかもしれない、うんうん、でもそれの比率をやっぱり成功比率を高めるというのはそれまでのやっぱり失敗の経験があるからこそそれができるんであって、これは絶対成功するようだって誰も思ってないし、誰も失敗しようと思ってないしね、やることに対してはね。だそれはやっぱり考え方の違いだよね、うん、そこも評価してあげるってことだよ、うん、そうですね、評価してあげるってことだよね、はい、やってますね、うん、やっぱこれはチームと一緒だ、うん、地域密着を目指し社会貢献やボランティアに力を注ぐ株式会社千歳観光、今後も60年70年と地域の人たちに愛される企業になりたいと語る代表の白石良次が心に留める格言とは。格言というよりね、好きな言葉があって、江原博之さんの言葉の中で、ありがとうという愛の、ありがとうという感謝の言葉、はい、それから好きだよという愛の言葉、うん、それから嬉しいという喜びの言葉、それから素敵だねっていうお褒めの言葉があるんですよ。それは仕事でも全部使えるんですよ、うん、何かやってもらったらありがとうっていう言葉必ず出すようにするし、今日髪が切ってきて変わってあ素敵だなったらやっぱ素敵だし、今日嬉しいことがあったらやっぱ嬉しいって言葉に出すとかで、会社では愛とかっていうよりもやっぱり好んでる好んでないあるから、やっぱり考え方が好きだよとか、そういうことを言ってやっぱりその従業員を鼓舞したり褒めたりすることでは必ずこの言葉は口に出して相手に伝えるようにしてます。そうすることでやっぱり人は変わります、うん、世界が平和になるようなね、うん、感じになりますね。すごく温かい言葉、最後にありがとうございます。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。家に洗濯機があるのになんでコインランドリーが儲かるんだろうと不思議に思われる方もいらっしゃると思います。そういう方は一度騙されたと思ってお近くのコインランドリーに足を運んでみてください。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、初めてのコインランドリー投資負けなしバイブル。この本を書いたのは業界唯一の環境配慮型店舗エコランドを展開している三原淳さん。コインビジネスと呼ばれるコインランドリー投資で確実に月30万稼ぐ仕組みを初めて解明した日本唯一の一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。